いい加減白状したらどうだ。あの日お前が公園でパスポート渡してるとこ目撃されてんだよ。その時はたまたま彼氏と待ち合わせしてただけって言ってるでしょ。ガタガタ抜かすんじゃない。正直に言え、人弁士って野郎はどこにいる。彩香ちゃん早く。はい。やね。ちょっと魚。あ。てめえのすべてがムカつく。邪魔だよ。観念するんだな。最近どうも偽造パスポートの買い手が減ったと思ったら、てめえらがパスポートを横流ししてるらしいな。こっちは商売上がったりで困ってるんだよ。この落とし前どうしてくれる。殺すだけじゃもったいねえ。切り刻んでナマスにしてやる。もしかするとお前らジャカの残党か。あ、何者だ。俺もこいつに用があってな。悪いがお前らに用はねえ。邪魔するとお前も細切れにするよ。ちょっと待って、こいつどこかで見たと思ったら桐生じゃねえのか。何、桐生だと。お前ら細々とパスポート作りの内職か。黙れ。お前のおかげで俺たちどんだけ苦しんだか。ぶっ殺すぞ。
助かったわ。あなた、人弁士に頼み事があって来たんでしょ？ああ。本当は、騙すつもりはなかったんだけど、ちょっと試させてもらったわ。神明に、偽造パスポートを作ってくれ。あいつがしばらくこの町で働けるように。わかったわ。ママ、お願いしていいよね。まさかその通りよ。さっきのお店で待ってます。どうぞ。おお、はい、これがお望みの品よ。これを…キリュウさん、あなたのことは知ってます。風間さん、撃たれたみたいですね。何？そのことと関係あるかは分かりませんが、実は5年前に風間さんから依頼があったんです。どういうことだ？ある一人の人間を捏造してくれって。出生記録に住民登録、卒業証書、免許、医療記録、パスポート、公共機関にも捏造した記録を仕込んでね。記録の中でのみ実在する人物を作り上げたんです。それは私が話せるのはここまでです。
ちょっと下がら。ほらよ。ありがとう、ありがとう。これで弟と一緒に暮らせる。じゃあ桃源郷の会員証を渡してもらおうか。どうした？ごめんなさい桐生さん、実はある人に譲ってしまったんです。何？騙すつもりはなかったんです。本当です、信じてください。誰だ譲った相手ってのは？水野さんって人です。昔少しだけ一緒に暮らしたことがあるんです。いつも優しくしてくれる俺に桃源郷の会員証を譲ったんです。でも私が言っていたって伝えればきっと譲ってくれると思います。彼は七福通りにある MEP という案内所にいると思います。これはお詫びです。何かの役に立ててください。では私はこれで。この街の夜なら私にお任せください。お前水野だな。お前が桃源郷の会員証を持っていると神明から聞いたんだが。ん？神明？なんであなたが神明を？ちょっと訳があってな。桃源郷の会員証を譲ってほしいんだが。神明に会ったんですね。そうですか。まだ彼女この町にいたんですね。会員証はあれはお譲りするわけにはいかないです。昔あれを手に入れるのにどんなに苦労したことか。どうしても必要なんだ。すまないが譲ってほしい。わかりました。神明があなたを信用したのだったら受けないわけにはいきませんね。さすがにただとはいかないですがお譲りしましょう。桃源郷の会員証は裏の世界では100万単位で取引されているのですが、50万ってとこでどうでしょう？ちょっと下がら。やめや！偉
かってこいよ。今何してんの？勘弁してくれよ。お前モテないな。おい。お。ん？
黙り。ようやく手に入れたようだな。俺は本庁から呼び出しがかかってるからな。まあ9歳の女の子連れて桃源郷へ行くってのはおかしな話だが、遥を連れて桃源郷へ向かってくれ。わかった、遥行くぞ。おじさん、桃源郷へ行こう。
ですか。桃源郷に行くだけなのに大変なんだね。くっ、付き合いとあんじゃん。桃源郷の明美さんってシンジさんの恋人だったんだよね。シンジさんが死んだこと知ったらきっと悲しむね。誰かの口から告げるしかないんだ。他の奴から伝わるより俺から伝えてやりたい。私は最後まで男を貫き通したってな。ここか、桃源郷。行こう。桃源郷、桃源郷。おじさん、急ごう。桃源郷の会員証をお持ちですね。どうぞ、いらっしゃいませ。お客様、お子様連れはちょっと。社会見学の一環だ、多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので。絶対に迷惑はかけない。いいよな。かしこまりました。おじさん、手分けして探そうか。いや、お前が一人でうろうろしてたら客も驚いちまう。はぐれないようについてこい。わかった。
あ、はあ、行こう。おじさん、ここじゃない？そうみたいだな。いらっしゃいませ、あけみです。桐生だ。シンジから聞いてないか？桐生、あなたが？ああ。それじゃあシンちゃんはもう。そう、最後に会った時から言ってたの。自分にもしものことがあったらあなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が急に真剣な顔してね。そっか、しんちゃん死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの、私の方こそごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ？近江連合の寺田さん。近江連合？そいつは本当にシンジの知り合いなのか？うん、しんちゃんは信頼してた。だから私も。場所は？芝浦よ。不当に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。ん？しんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の4代目が指名されているんだって。遺言状？そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。何？